退任。2021年シーズンも終盤を迎え、セパ両リーグともに熾烈な優勝争いが行われている昨今のプロ野球。一方で序盤から低迷し、すでに消化試合状態となっているチームもあります。そしてそのチームを中心にそろそろ監督退任の噂が流れ始める時期でもあり、今オフは久々多くのチームで監督交代が行われると見られているんです。そこで一つの疑問が生じました。今年で退任の可能性がある監督は一体誰なのか。というわけで今回の動画は今年で退任が噂される監督について紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。退任報道時期、残り試合数が少なくなるにつれて監督の去就について報道が流れ始めます。こちらは各球団全監督の退任報道が出た時期をまとめた表です。大体はレギュラーシーズンが終わった直後、 CS 進出の可能性が完全消滅した瞬間ですね。21年9月17日時点で最短 CS 完全消滅日はセリーグ中日広島 DeNA の9月29日、パリーグ日本ハムと西武の10月2日となっています。ただこれは今後もこの5チームが負け続けて対象チームが勝ち続けた場合なので、現実的には10月中旬から終わりぐらいになってくると思います。したがって今から1ヶ月半後には監督の退任報道が加熱してくると考えられます。また退任する監督の傾向として、契約最終年、ある程度の在任期間、低迷、この3つのポイントが確認できました。契約最終年、退任監督を予想するにあたって契約最終年であるかどうかは一番重要なポイントです。各球団の全監督12名中10名が契約最終年に退任しています。ただ例外として楽天三木監督、阪神金本監督がいます。三木前監督の契約は監督としての複数年か、配置転換が可能な楽天球団との複数年契約かは不明ですが、20年は4位に終わり、21年は2軍監督に配置転換されています。阪神の金本前監督は17年にチームを2位に押し上げた実績を評価され、17年オフに球団と新たに3年契約を締結しました。しかし翌年2018年はまさかの最下位に転落、順位が決まり1試合を残した時点で金本監督の電撃辞任が発表されました。ただその数日前の報道で、金本監督の大学の後輩である元中日和田和弘氏を来季の打撃コーチに招聘すると記事が出ています。もしこの時点で金本監督本人が退任を決めていたのなら、来季のコーチ人事についての報道は出ません。したがってこの辞任は親会社が主導した事実上の解任と言われているんです。このように複数年といえども、ある程度監督歴がありながら成績が低迷すると退任の可能性はあります。ある程度の在任期間、そのチームの監督として4年以上の在任期間があれば、そのシーズン高順位でも退任の可能性があります。14年に日本一を達成したソフトバンク秋山前監督は CS ファイナルステージ前に辞任を表明。在任6年間でリーグ優勝3回、日本一2回と輝かしい実績を持ち、この年が3年契約の最終年でした。秋山監督は会見で、2軍監督から1軍コーチ、監督を務めちょうど計10年目、今年で一つの区切りをつけたいと考えていたと語りました。日本ハム梨田前監督も2011年9月に首位ソフトバンクと優勝争いをしている最中に辞任を表明。在任4年間でリーグ賞1回、 A クラス3度と結果を残し、この年が2年契約の最終年でした。梨田監督は会見で、昨年4位という成績に終わり、ファンに申し訳ないという気持ちがあって、開幕前には今シーズン燃え尽きて終わると決めていました。揺らぐことはなかったですし、敗になるほどではありませんが、自分なりにある程度達成感がありましたと語りました。このようにある程度の在任期間がある監督はシーズン前にすでに退任を決めている場合があります。低迷、監督が変わる最大の理由はチームの成績が低迷していることです。各球団全監督は12名中9名が B クラスの責任を取って退任しています。また巨人のように上昇を義務付けられている球団では A クラス入りしても辞任する場合があります。2021年退任監督候補、というわけでこれから21年限りで退任するかもしれない監督を考察したいと思います。繰り返しになりますが、退任する監督を予想する上で一番重要なポイントは契約最終年かどうかです。そこで12球団の現監督の中で今年限りで契約が切れる監督をまとめました。8人の監督が今年限りでの契約となっています。ただオリックスの中島監督は今年晩年最下位だったチームを優勝争いできるチームに変貌させており、契約延長が確実ですので候補から外します。一方で楽天の石井監督は候補に入れておきます。では次期監督の考察も合わせて1人ずつ見ていきましょう。ソフトバンク工藤監督、
2015年から指揮を取り、今年で在任7年目、20年までの6年間でチームを5度の日本一に導いた輝かしい実績を持ちます。しかし今年はこれまでチームを牽引してきた主力選手たちが力を落とし、本格的な世代交代過渡期に入っているため、現在4位とらしくないシーズンとなっています。工藤監督は2年契約最終年、在任7年と長期政権ということからも今年で区切りをつけたいと考え、おそらく今年限りで退任するのではないでしょうか。後任には小久保ヘッドが昇格すると噂されています。西武辻監督、17年から指揮を取り、今年で在任5年目、14年から16年まで3年連続 B クラスだったチームを立て直し、20年までの4年間で2度のリーグ優勝に導いた実績を持ちます。昨年オフに新たに単年契約を結び、あと1年集大成で頑張りますと強い気持ちで臨んだ今シーズンは、春先から怪我人が続出し、現在5位と低迷。契約更新時のあと1年という言葉があったことから、おそらく辻監督は今年が最後と思って臨んでおり、今年限りでの退任はほぼ確実だと考えます。来季からは松井一夫2軍監督が昇格するのではと噂されています。日本ハム栗山監督、12年から指揮を取り、今年で10年目、監督初年度の12年に優勝、16年に日本一に導き、また大谷選手二刀流の生みの親でメジャーリーグに送り出すまでに成長させた実績を持ち、名将と称えられてきました。しかしここ近年は下位に低迷。栗山監督は19年オフに進退伺いを球団に提出しながらも慰留され、単年契約を結び続けてきました。そして今年は再開、長期政権によるマンネリ化が指摘されており、ファンの我慢もそろそろ限界に達しています。おそらく今年限りで退任となり、次期監督候補には東京オリンピックで侍ジャパンを金メダルに導いた稲葉監督が就任すると言われています。本来なら稲葉監督と侍ジャパンの契約は20年までで、21年からは日本ハムを指揮する予定が、コロナによって東京オリンピックが1年延期されたことで稲葉監督も1年契約を延長、したがって日本ハムは1年の空白を埋めるため栗山監督と新たに単年契約を結んだと言われているんです。巨人原監督は今年の7月担当記者と五輪談義に花を咲かせていた時、稲葉くんこれが終わったらハムの監督やるみたいだよと気軽に内密情報を暴露したと記事に書かれてありましたね。楽天石井監督、石井監督は複数年契約であり、チームも現在3位、一見退任候補からは縁のない人物ですが、それでも退任候補に入るのは GM 時代に行ったある人事が背景にあるんです。石井監督は GM 時代の19年に球団初の早抜き監督であり、この年チームを3位に導いた平石監督との契約を更新しませんでした。僕の中では3段階に分けたら B クラス、現状のイーグルスの課題を得意分野的に平石監督では改善できなかったから他の監督に来てもらった方がいいとして、平石監督に2軍統括という新設ポストを打診するも退団に至ったんです。平石監督は球団に退団の意思を伝えた後、報道陣の取材に答え、僕は仙台が好きですし、宮城県東北が好きです。楽天に来て15年ですけど、選手、スタッフ、球団の職員の方、またファンの皆様、本当に誰にも負けないくらいの思い入れは持っています。そんな私でも退団する決心をした、それが全てですねと語り、 ECGM の人事について疑問の声が上がっていたんです。そして翌年の監督には ECGM が呼び寄せた三木監督を就任させるも4位に終わり、1年で2軍監督に配置転換、そして20年オフに満を持して ECGM 本人が監督に就任しました。初年度の今年は現在3位と悪くないものの、これまで同順位だった平石監督を解任させた過去があり、3位以下ならやめろよみたいな声があるんです。ただ監督としては不可解な采配が少なく、楽天ファンからの評価は高いみたいで、チームも粘りを見せており、今年の退任の可能性は低いと考えます。巨人原監督、原監督は2002年から2003年、2006年から2015年の計12年巨人を率いてリーグ優勝7回、日本一3回を達成するなど球史に名を刻む名将です。19年に自身3度目の監督に就任すると、5年間優勝から遠ざかっていたチームを見事リーグ優勝に導き、翌年も連覇を達成、そして今年は阪神、ヤクルトと優勝争いを繰り広げています。ただ原監督は今年で3年契約最終年、この第3次原政権を発足させた上で、原監督は指導者の更新育成をテーマに掲げてきました。前回退任した時は突然だったため、その後巨人フロントは当時現役だった高橋由伸選手を引退させ監督に、その結果5年間V 立する羽目になったことを反省し、就任投手から宮本チーフ、元木ヘッド、桑田投手コーチ補佐ら、コーチ経験のない有能なスタッフたちを数多く登用してきました。そして現在巨人2軍を指揮している阿部2軍監督もその中の一人です。阿部監督は19年に現役引退、本人は現役を続けるつもりでしたが、原監督に後継者として育てたいと説得され引退を決意。
翌年から二軍監督に就任しました。このエピソードからも次期監督は阿部二軍監督が規定路線と言われてきたんです。しかし原監督が最終年となった現在、阿部監督就任についてまだ早い、もっと経験を積ませるべきだという意見もあり、来年も原監督がそのまま続投するのか、それとも元木ヘッド桑田コーチなどでつなぎを入れるか、それとも高橋由伸監督再登板か、今後の動向に注目です。阪神矢野監督、3年契約最終年の今年は開幕ダッシュに成功し、一時期は貯金21を抱え、2位とは最大8ゲーム差離す独走体制を築きました。この快進撃を受けて阪神フロントは矢野監督に続投要請する方針を固めたと報道。しかしその後チームは徐々に失速し、巨人ヤクルトの猛追を受けて8月29日ついに首位陥落となりました。この時個人的にこのままズルズル交代してシーズンが終了したら、オフに矢野監督は自ら責任を取って辞任するんじゃないかと思っていました。しかしその後阪神は再び息を吹き返し、9月3日からの巨人3連戦では2勝1分けと勝ち越し、再び首位を奪取、そして現在も1位をキープしています。このままの状態でいけば来季もほぼ続投だと考えます。中日与田監督、19年から監督に就任すると崩壊していた投手陣を立て直し、昨年はチームを8年ぶりの A クラスに導きました。しかし今年は現在4位と低迷。与田監督は今年が3年契約最終年で、チームも B クラス、おそらく責任を取って今年限りでの退任が濃厚だと考えます。次期監督候補には OB の立浪氏、岩田氏、二村二軍監督が噂されていますが、3年前ノーマークだった与田監督を連れてきた球団ですから分かりません。広島笹岡監督、2019年の広島は3連覇から一転 B クラスに低迷、そしてその年のオフに尾形監督から転換期に入ったチームを引き継ぎ、20年は5位、そして今年も現在5位と低迷しています。単年契約、しかも現在チームが低迷していることもあり退任ゾーンに入っていますが、実際に退任するかどうかは不透明です。こちらをご覧ください。これは歴代広島監督在任歴をまとめた表です。監督在任平均年数は 4.3 年。広島は伝統的にいくら成績が低迷していても、ある程度の期間は監督を任せる傾向があります。しかも今年は笹岡監督のもと世代交代が進んでいます。今年開幕オーダーから最近のオーダーを比較してみると、若い選手が何人も台頭しているのがわかります。ただファンからの評価は低く、ヤフーなどの検索欄で笹岡監督と打つと無能、退任といった関連キーワードが表示されます。これを球団首脳がどう評価するかですね。もし退任するのであれば、次期監督候補には野村元監督、尾形前監督の再登板や OB の新井貴浩氏、黒田博樹氏が挙げられています。というわけで今回の動画は以上となります。自信ある順に西武、日本ハム、ソフトバンク、中日、巨人、広島です。これはあくまで当チャンネルの予想です。皆さんの予想もコメント欄でお待ちしています。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。